こんにちは、吉澤です。今回は US ネイビーのトレーニングショーツのご紹介になります。まあ、以前ですね、ニューバランス製の同じ US ネイビーのショーツがあったと思うんですが、今回はソフィーシャ製になります。デザイン、シルエットに関してほぼほぼニューバランスのものと大差ないですね。まあ、大きな違いとしてはインナーが変わります。ニューバランスのものはブリーフ型のインナーだったんですが、こちらはトランクスのような形ですね。まあ、ショートパンツと同じようなスタイルのインナーがつきます。個人的にはこっちのインナーの方がですね、ストレスなく履けましたね。あとですね、生地が若干変わりますね。こちらの方が少しカサカサとしたようなナイロン素材ですね。よりカジュアル感が強いですね。まあ、ニューバランスのものは結構しなやかで肌触りの良いものだったんですが、こちらはですね、少しカサカサとしたような、まあ、よりナイロンっぽいカジュアル色が強いかなと思います。まあ、ただ若干ですね、そこまでの大差はないですが、2つ比べるとですね、違いはあります。まあ、アーミーの黒のショーツお持ちの方ですと、あっちにどちらかといえば近いですね。あれをもう少しライトにしたような感じの生地感になります。まあ、デザイン自体はですね、トレーニングショーツのデザインですね。ウエストゴムと紐で、左ももにネイビーのリフレクタープリント、あとサイドにスリットと嬉しい脇ポケットがついてます。で、内側に、まあ、ID カードとか入れるですね、小さなポケットがこちらにもつきます。この後ですね、いろいろなサイズ履いてみますので、サイズの参考になれば嬉しいです。それではどうぞ。まずミディアムになります。身長170-64kg ぐらい。普段はウエスト32のパンツを買うことが多いですね。まあ、M サイズがジャストサイズだと思います。まあ、小さくなくいい感じに履けてると思います。まあ、トレーニングパンツなのでゆったりめですね。ちなみにニューバランスはミディアム買いました。続いてラージ、ちょっとこっち丈感が短いように見えるんですが、履いた時の腰の位置でちょっとミディアムより短いように見えますが、ミディアムがちょっと腰パンしちゃったかなっていう風に思ってます。そんなに丈感は変わんないですね。まあ、ラージの方が少し太さが出ますね。まあ、ウエストもゴムの縮みだけで問題なく履けております。続いて XL、まあ、XL になってしまうとウエストが結構大きくてゴムだけでは落ちてしまいますね。紐をギュッと絞って履いております。まあ、このちょっとオーバーサイズの感じもいいですね。まあ、T シャツはちょっと小さいんで、もっと大きい T シャツを着る際には XL でも個人的には全然ありですね。いかがだったでしょうか。個人的には、まあ、ニューバランスの方を M サイズ持ってるっていうのもあるんで、こっちはラージにしようかなっていうふうに思います。まあ、サイズが選べない状況であれば ML、XL どれでもありではあるんですけれど、まあ、XL は太さシルエット的にはいいんですけど、まあ、先ほども言った通りウエストがちょっと大きすぎちゃうので紐で絞る必要があり、樹脂のストッパーがついてないので、あれがあると非常に便利なので、まあ、そういう場合は後付けしてもいいのかなと思います。おすすめです。ここまでご覧いただきありがとうございます。